なでしこジャパンがラウンド16で対戦するノルウェー代表は、女子ワールドカップを制した古豪で、現在の FIFA ランキングでは12位に位置しています。指揮官は元日本女子サッカーリーグでプレーした経験を持つヘーゲリサ監督です。ノルウェー代表には女子バロンドール獲得者のアーダ・ヘーゲルベルグがいるものの、注目選手は他にも多く、攻撃力と高さを持つチームとして注目されています。ノルウェー代表はフィリピン戦での活躍を受け、相手ゴール前の制空権を確保するなど、攻撃陣が非常に強力です。特に22番のソフィー・ローマンハウグがフィリピン戦でハットトリックを達成し、攻撃の要となっています。彼女と共に18番のフリーダ・マーナムと20番のエミリエ・ボスハード・ハーブイも攻撃のキープレイヤーとして注目されています。ノルウェー代表の守備陣は4バックで6番のマレンネ・ブダルメルデが要となっています。彼女は自陣深めでボールを回し、相手の陣形を崩すなど、ディフェンスの要として活躍しています。日本としては、パスの出どころを叩くか、高さを増した最終ラインで弾き返すか、そしてノルウェー代表の攻撃力に対して、どのような戦い方をするかが鍵となります。私の勝手な予想ですが、先日のスペイン戦とは打って変わって、ボールを保持しながら、緻密なサッカーのなでしこ対ロングボールを多用する、高さのノルウェーとなるでしょう。見てはいませんが、大会前ノルウェーとスペインは、強化試合を行っていて、サッカー用語で、チンチンにノルウェーがやられたらしい。池田さん、ビデオあるでしょう。なでしこジャパンは、新たな戦いを迎えるノックアウトステージで、勝利を目指して戦っていくことでしょう。次戦でのなでしこジャパンの活躍と、戦術に注目が集まっており、ノルウェー代表の強さと、日本代表の戦いぶりが、視聴者の関心を引き続けることでしょう。結果と分析は、ぜひこのチャンネルで、ご意見、お待ちしています。